3週連続スペシャル企画第2弾は、紅葉に彩られた京都宇治。うわすごい、やってきたのは J リーグ名誉マネージャーで現在タレントとしても活躍中の佐藤美希と、めっちゃ声やばい、京都サンガ FC 中盤の要仙藤圭也。すごい、東京オリンピック世代の岩崎優斗。プロ2年目の同期入団仲良しコンビと佐藤美希が伝統と文化を語り継ぐ京都を満喫。3人が訪れたのは宇治川沿いにあるお店。お茶にこだわって創業200年、日本の茶文化を守り続けてきた福寿園が経営する宇治喫茶館。ここではお茶を使ったお菓子佃煮をはじめ、宇治茶のフレーバーティー、そして抹茶たてが楽しめます。ということで今回3人は人生で初めての抹茶たてを体験。はあ、むず、これ全然泡潰れました。あ、本当だ、え、うまい、私全然潰れない。ほんまや、やばい、ドロドロしてる絵の具みたいになってる。いただきます。いただきましょう。いただきます。初めて自分で立てた抹茶のお味は？絶対苦いでしょ。めっちゃ濃い。やばい。ゆっくり楽しめるわ。うん。美味しい。香りが濃い。後からじわじわ楽しめる。最高。抹茶体験を楽しんだ3人。続いては。今年一番の〇〇だったことをカードを引いて答えてもらった。まずは仙藤選手。じゃん、わあ、いっぱいありません。今年一番の自慢。はい、仙藤選手の自慢は京都の街中であった意外な人物。サッカー関係ないところでいきますわ。はい、この前その京都に買い物行ってたら、はい、ボブサップに会いました。まさかの、久しぶりに聞きました、ボブサップ。そうですよね。普通にお一人で歩いてたんですか、ボブサップさんは。いや、なんか路地裏に立ってました。どういう壁にもたれて立ってて、え、バリでかい人おるやんって思ったらボブサップでした。本物ですか。本物です、本物。そんな似てるとか似てるじゃないですか。パッピチピチの服着て、はい、ここにボブサップって書いてたし、写真撮ってください言うてこうやってガッと撮ったんですけど、はい、でかすぎて、ボブサップってなんか俺ら世代ではめちゃめちゃなんか流行ったというか、いや、すごい流行りましたよね。そうですよね、なんか あるじゃないですか。そうそうそう、だからなんかめちゃくちゃ嬉しかったですね。まさか京都で会えるとは。そうなんですよ。岩崎選手にも今年一番の自慢を聞いてみた。いっぱいありますよね。自慢ですか。言うとはいっぱいある。練習終わって結構午後とか夜とか時間あるじゃないですか、はい、僕らって。その時間で BTS の踊りをサビの部分だけ何曲か覚えて踊れます。それがじゃないですか。いや、踊らないですけど今は。めっちゃうまいんですよ踊りが。え、ちょっと見たいです。いやいや、マジで。じゃあほんまに見てください。俺も見たい、見たい。無理無理無理。それでは2人のリクエストに応えて岩崎選手が得意の踊りをテレビ初披露。すごい、完璧。アイドルいけるで。アイドルですね。めっちゃ恥ずかしかったわ。続いて今年一番の驚きを J リーグ名誉マネージャーの佐藤美希さんに答えてもらった。フェルナンド・トーレス選手に会ったこと。
記者会見の時にまさかお会いできると思わず。ああいいな、会いたいわ。イケメンですか？かっこよかったです、紳士で。あ、そうなんですか、はい、もう惚れてますね。惚れてんな、顔がもう惚れてた。イニエスタ選手はまだ会ってないんですか？まだ会ってないんですよ。そうなんですね。会いたいんですけどね。いや、俺も会いたいっす。ですね。憧れっすもん、対戦したいな。そうですね、はい、あ、対戦したいですよね。ジェイマン上げて、上がって、はい、新スタジアムで、うん、やりますか。最高ですね、その環境。続いて引いたのは今年一番の半端ない、こいつピラティスあるじゃないですか、はい、なんかまあ応用したというか、なんかそういうトレーニングをやってるんですけど、はい、えぐいんですよ、もうチームの練習以外にフィジカルを強くするためピラティスの要素を取り入れたトレーニングを行っているという岩崎選手。その結果肩甲骨が大変なことに。私肩甲骨フェチなんですよ。うわ、じゃあ触ってもらい。うわ、すごい。すごい、初めて見るこんなの。どうですか、どうですか。え、すごい。こうやってください、もう。え、いいですか。はい、どうぞ触ってください。うわ、すごい、何これ。すっご、初めて。半端ない肩甲骨で盛り上がった3人。最後に銭湯岩崎そして佐藤美希に2019年の目標を聞いた。来年やっぱり J1 チームを上げるっていうのと、まあ、選手としてはやっぱりスコアだったりとかっていうところで目に見えるもので証明していきたいなっていうふうに思います。岩崎選手はいかがですか？まあ、オリンピックまであと1年半しかないので、はい、本当に来シーズンの1年間がすごい大事になってくると思うんで、そこでまた結果残してしっかりアピールできるように頑張っていきたいと思います。佐藤美希さんの目標を聞かせてください。はい。テレビの中でお芝居をして皆さんに自然と見てもらえるような、なるほど、ドラマに出たいなと。いや、そうなったら自慢します。ほんまに、マジ全部見ます。そうなったらもう録画します。あと引き続き J リーグの応援もしていきますので、来年もよろしくお願いします。こちらこそ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。2019年3人の活躍に注目です。